JR カードは北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道とクレジットカード各社が提携し発行するクレジットカードである。JR カード事務局は JR 東日本本社ビル内にある。JR 旅客鉄道会社の緑の窓口、旅行センター、自動券売機で、 乗車券類を購入することができる。国鉄時代の1908グループは以下の通り、ジュニアカードは1985年8月23日より、全国の主要駅の緑の窓口で試験的に取り扱いを開始した。会員募集は同年7月1日より開始。当初は関東、関西地区でのみ募集していたが、翌年には本格実施し、 全国で会員を募集した。国鉄分割民営化後は、現行名に改称し、JR 旅客鉄道会社が共同商品として継承した。しかし、後に、本州各社と JR 北海道、JR 九州は自社のハウスカードを発行し、また1990年代後半から各 JR 旅客鉄道会社とも、国際ブランドのクレジットカードの取り扱いを開始した。 ため、緑の窓口で唯一使えるクレジットカードとしての特殊性は失われた。現存する発行元は JCB、三井住友カード、三菱 UFJ ニコス UC カードである。JR 時刻表には2020年4月現在で JCBUC、三菱 UFJ ニコスは新規会員の募集を行っていない旨の記載があるが、三菱 UFJ ニコスは 同社のウェブサイトに法人カードを掲載している。三井住友カードは新規会員の募集を行っているが、公式サイトには掲載がなく電話などで申し込み書を取り寄せる必要がある。同社以外の米やグループでは、理想なカードや北国クレジットサービスがある。三井住友トラストカード及び駿河カードは新規会員の募集を行っていない。 クレジット表示2020年4月1日に JR カード会員特約が改定されサービスが変更された。これに合わせて同日以降に JR カードで購入された乗車券類は券面の表示がクレジットから CC に変更された。この結果一般のクレジットカードで購入された乗車券類とは見た目上の区別はなくなった。JR カードを利用して 緑の窓口や券売機で購入した切符の券面にはクレジットと表示され、一般のクレジットカードで購入した切符と区別される。ただし、JR 西日本が行っている予約サービスで JR カードで決済をした場合は、システム上一般カードとしての扱いになり、CC と印字されて発券される。一般のクレジットカードと同様に払い戻しの際には、購入した JR カードが必要。 ない場合や、取扱い不可の窓口、やもを得ず社内で取り扱う場合などは、払い戻し証明を受けることで、その時刻に払い戻したのと同じ扱いとなる。実際の払い戻し手続きは、元の発売日から1年以内に、取扱い窓口に、証明済み切符と購入した JR カードを持参して、行う必要がある。ありがとうございます。